ベビーメタル脱退の真の理由と対処法。ベビーメタルは、その独特な音楽スタイルと、パフォーマンスで世界的に知られる日本の女性メタルバンドです。しかし、最近、ベビーメタルのメンバーの脱退が発表されました。この記事では、ベビーメタルの脱退の真の理由について探求し、ファンや読者に、コメントを求めることで、彼らの感情や意見を共有する機会を提供します。また、ベビーメタルの脱退に対する解決策や対処方法も提案します。ベビーメタル脱退の真の理由とは？ベビーメタルの脱退には複数の要因が絡んでいると言われています。公式な発表ではないため、真相は明確ではありませんが、いくつかの可能性が考えられます。一つ目は、メンバーの個人的な意向や将来の方向性の違いによるものです。ベビーメタルは、メンバーの成長と進化が重要な要素であり、それぞれのメンバーが自身の音楽キャリアを追求するために脱退を選んだ可能性があります。二つ目は、メンバー間の人間関係やグループ内の摩擦によるものです。長期間にわたる活動やプレッシャーによって、メンバー間の関係が悪化し、脱退を余儀なくされた可能性があります。ベビーメタル脱退に対する解決策と対処法。ベビーメタルの脱退は、多くのファンにとってショックであり、寂しい出来事です。しかし、このような状況に対しては、いくつかの解決策や対処法が考えられます。1、メンバーへのサポートと理解。ファンは、ベビーメタルのメンバーへのサポートと理解を示すことが重要です。彼らが自身の音楽キャリアを追求するために脱退を選んだのであれば、彼らの決断を尊重し、応援することが大切です。2、新メンバーの迎え入れ。ベビーメタルは、メンバーの入れ替わりがあることで血が出ています。新たなメンバーの迎え入れによって、グループの活動を継続することができます。ファンは、新メンバーに対しても、温かく迎え入れることが求められます。3、グループの進化と成長。ベビーメタルは、常に進化し成長するグループです。脱退を機に、彼らの音楽や、パフォーマンスの新たな方向性を追求することができます。ファンは彼らの進化と成長を応援し続けることが重要です。以上がベビーメタルの脱退の真の理由と対処法についての記事です。読者の皆さんにはベビーメタルへの思いやコメントをぜひ共有していただきたいと思います。ベビーメタルの未来について一緒に考えてみましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。